はい、どうも、木村です。今回はですね、歌手の西城秀樹さんがですね、亡くなられたというニュースが飛び込んできましてですね、まあ、非常に残念な悲しいことなんですが、それに関してちょっと思ったことをお話したいと思います。彼はですね、皆さんご存知でしょうか。もう40代と50代に2回脳梗塞をされたんですね。まあ、それで今回は心不全ということで、亡くなられたんですが、本当にですね、40代50代でですね、脳の病気、心臓の病気、あとはがんとかね、先人病になる方って本当に多いので、大事なことは自分には関係ないだろうと思わないことだと思うんですよね。本当にどんな方にもそういった病魔というかね、あと場合によってはいろんな事故なども可能性としてあるわけですから、こういうことが起きる、まあ、有名人の方が若くして亡くなるっていうことを目にするたびにそう思いますね。例えば私が結構ショック受けたのは大横綱である千代の富士関、あの方も本当60歳ぐらいでも病気になられまして亡くなってしまいました。あんなに土俵上で強い、本当に強かったですよね。という方でもですね、病気にはなかなかかかってね。あと私はラグビーやってたもんですから、去年でしたでしょうか、ミスターラグビーと言われた平尾誠二さん、ああいった方もですね、もう私と同じぐらいの年齢でですね、病気になって亡くなってしまったと。あんなに素晴らしいプレーをする強靭な体をもってしてもですね、病気にはやっぱ勝てないということ。何も当たり前のこと言ってるんだと思われるかもしれませんが、大事なことはですね、やっぱり病気戦うことも大事なんですが、いざそうなった時にですね、やっぱりサラリーマン、特にサラリーマン、あとは個人事業主の方などは特にかもしれません。やっぱり収入源が途絶えてしまうんですね。ですからやっぱそういう時のためにもですね、不労型の所得、不労所得、つまり働いてなくても自動的にこう入ってくる収入源っていうのがやっぱり必要なんだなというふうに思います。まあ、それに対しては私はやっぱり一番安定している、株とかね、FX とかそういったものに比べてやっぱり一番安定しているのは不動産だと思います。まあ言い換えるとアパートですね。家賃収入が入るものを持っているとですね、やっぱり家賃っていうのは本当に変わらないんですよね。一定です、本当に。ですから本当に安定した収入が毎月毎月ちゃんと入るということがですね、いかにありがたいことなのかなというふうにですね、ついつい私はそちらの方に思考がいってしまいます。まあでも本当に私ももうね、50代半ばに近づいてきましたけども、いつそういうことが起きるかというのをですね、やっぱり考えてしまいます。ですからこれ見てるあなたもですね、やっぱり自分のこととしてそういう時のためにですね、できることってやっぱりあるのでですね、それは短期間でできませんから、早いうちからコツコツとやっていくことをお勧めします。はい、今回は以上です。